こんにちは、レンジです。キャッスルマニア白夜のコンセルトの続きをやっていきます。前回ね、散々迷ってやっと着いた空中回廊です。後ろね、綺麗。あ、マクシムジュッソ、リリーは見つかったか。おぉ、まともになったか。お前マクシムだよな。おいおい、何言ってるんだ。いや、なんでもない。お前の方こそどうなんだ。いや、ちゃんと言った方がいいぞ。違うやつだぞ、多分さっきの。まあさっきか、同じ日だよね、これ多分。探索してんの。俺の方もまだだが、記憶が少しずつ戻ってきたんだ。おお。本当か？やはりリリーはこの城にいるんだな。それは間違いない。そして俺もここにいた。やっぱりお前には話しておこうと思う。おう。何でも言ってくれ。お前がヴァンパイアキラーを継承したあの日、俺とお前の間の埋まらない隙間を感じた。だから修行の高みに出たんだ。ああ、なるほどね。俺はお前を超えたかった。そしてお前の逃れられない宿命を消し去りたかった。昔、お前から聞いたドラキュラの破片の話を覚えているか？え？ああ、覚えてるさ。俺の祖父であるシモンが呪いを解くために破片を集めて滅ぼした話だ。おう、指輪持ってるよ。その破片を集めて滅ぼすことが俺にできれば願いが全て叶うと思ったんだ。また飛躍したね。じゃあこの城で見つけた破片は本物だったのか。ああ、見つけてる。俺が集めたものに間違いない。ただ集めた後の記憶はほとんどないんだ。リリーがここに連れ去られた記憶だけはかろうじて。それならこの破片が城を生み出しているのかもしれないな。すまない。すべて俺のせいだ。謝るの俺にじゃないだろ。リリーに謝るのが先だ。そのためにも早く探し出さないとな。かっこいいね、ジュスト。ああ、その通りだ。よし、俺はもう行く。マクシーム、俺はお前を信じているぞ。あんなこと言われたのにね。ありがとう、ジュスト。あ、そっち行くのね。忍者ジュスト。じゃあもしかしたら、前あったのは、うわ、何そら何で。前あったのは、もしかしたら、過去のジュストとかなのかな。じゃあ、死ぬ。ちょっと。何回も、毒になったからかな。幸いね、前回だいぶさまよったんで、結構アイテムとかはあるんですよ。え、これ下行けないのか。行ける。びっくりした。すげえ下行くとかって。うわー、またちょっとアンチドゥテ使っとこう。ちょっとボタン間違えた。よし、ナイス、ライフマックスアップ。これ全回復するからね。隠しだな、これ。そこ薄いってのに気づかなかったら取れなかったもんね。ハイポーション、右から行っとこうかな。あ、一緒だった。こいつもそんな雑魚になっちゃったのか。こんな無限湧きするくらいの。よし、あ、上にアンチドゥテがある。アンチドゥテね。うわ、でっか。うわ、3段階だよ。もう倒さないで、ほっといてもいいんだけど。よし。まあ、どっちもいける。うわ、じゃあ左。うわやばい。あ、こう、下いける。おー、オッケー。ちょ。ああ、さっき来といてよかった。どん詰まりね。やばい。突っ込んじゃダメ、そいつ。どうもね、私は脳筋なんでね、突っ込んじゃうんですよ。よし。そういや、ハートって全然使ってないよ。ここはどうしようかな。あ、ちょっと待って。ちょ、なんでよ。
HP いっぱいあるからアンチドゥテはいらねえだろ。なんだお前、アーチャースケルトン。スケルトンアーチャーじゃないんだ。おおおお、上ある。これ地雷ね。地雷めんどくせえな。あ、異端礼拝堂、違うとこ来ちゃったね。これは違う。あ、そうだ。え、さっきのとこ全然見てないんだけど。どうすっかな。いいか、異拝礼拝、異端礼拝堂から見たって足は当たんねえだろ。そう、どっからでもいけるっていう、あのどっちもいけるんだったらどっちでもいけるっていうのがこのメトロイドバニアですからね。初めてこれ活用してるわ、無知振り回し。あ、それいけない。あ、いや、当たってないな。よし、どっかで詰まるかな。よし、あ、スローマスター。これ狭いとこだとうざいんで、カン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 ってやってくるから。うわー、綺麗なステンドグラスですよ。背景綺麗、素敵だよ。これゲームボーイアドバンスですからね。まあ、あのリマスターではないんだよな。あのスチーム版なんですけど、絵はそのままだと思う。なのでもともとこんな綺麗なんだよ。すごいね、ゲームボーイアドバンスってそんな綺麗だった。あの持ってなかったんですよね、私、ゲームボーイアドバンスって。これ何？新緑のマント、これ装備かな。マント、マント、マント、あった。何がどうなってる。ヘルメットと一緒ってことか。あ、下がる。お守りだったら上がるけど、ラックが下がるから、ラックは多分ね、ドロップ率とかに影響すると思うから、上げておきたいんだよな。敵からドロップするもん強いからさ。あの強いやつが落としたやつ。魔法で施錠されてる。今まで鍵がかかってるとかだけだったのに、何で鍵がかかってるか教えてくれた。ナイフマックスアップ。いいね。これはなんぼとってもいいんだから。ポーション。ポーションもなんぼあってもいい。やばい。なんだなんだ、ああ、びっくりした。ああ、ああ、ああ、おいおい。おいおい。いや、いいステンドグラス。すごい綺麗。しかし、なんか、かなりアクロバティックな動きをさせる。うわ、あれ、ドラキュラの目じゃない？これは、この場所覚えとかねえとな。私忘れるんで皆さん覚えておいてください。いや、ダメだ、無理だ。いや、待て、これね、いけるかもしれん。こういうことよ、こういうこと。いいとこに来てくれる。ここ、ほら、どうよ。多分ここまだ取るべきじゃないと思うんだけど、こういう裏技でいけるっていうね。それが正規の取り方ではないと思う。なんかね、前作でもあったんですよ、こういうやり方が。二段ジャンプ取る前に敵の頭にを蹴って上に上がるっていう。ドラキュラの意外の一つ、呪いを打ち消す。うわ、すげえ。アンカースこんなに取ったのにもういらないの。10個。これはね、たまたま気づいた、この蹴り。
でそっから2段ジャンプできるってことにも気づいたんで、これいつか使ってやろうと思ってた。これせっかちなのがね、こうそうしてね、こうやってやってたらこうジャンプしちゃって、あれなんだこれって気づいたってわけ。よかった活用できて。でどうすんだっけ、ここはもういいのかい。良さそうだね、ここは目を取りに来る場所だったっていう、っていうこと。右もなんかあったっけ。あったかもね、あったかも、あったかも。こいつ勝てえな。違う違う、だあれなんか左行けるとか。地図はもっとやっぱりね、頻繁に見た方がいいよ。こうやってね、どんどん HP が減ってくるんだよ。あー魔法の鍵ね、すぐ忘れる、そういうの本当に忘れる。だからね、書いてほしいんだよ、マップには。あの、ゲーム作る人お願いしますよ。これは古いゲームだから、あの、もう今言ったところでなんだけど、最近のゲームは大体書いてくれてますよね。ほんとね、方向音痴というかね、この記憶力がない人にはね、辛いのよ、こういうの。ああ、あそこ魔法の鍵だったなってマップ見てわからないよ。よし。飲み男ほんとやだ。そういうのはいいですよ。あの、マップのそういう親切心を出してほしいっていうのと、敵がうざいから直してくれっていうのはまた別よ。直してほしくないよ、あれは。あれはああいううざいやつでいい。この地雷もね、バルーンだってこれ。こっちだな。よし、追い詰めしまえばこっちのもんなんだよ、ああいうやつ。あ、上、あ、そっちもある。それ多分通れるよね。ボスだ。ちょっと待って、これセーブしとこう。うわぁ、そういうことやってくんだ。痛い。うおぉ、やった。強っ、斧強っ。ちょ。おい。デビルっつうの、あんた。あなたデビルっていうの。そんな強くねえな。変形残してるか。いや、こんな2、3種類やってきて残してることはねえな。ていうかあれだよ、さまよってレベルこっちガンガン上がってんだから。あ、この斧自分の周り回るんじゃねえのか。何それ、それ知らない。3種類も攻撃あるとは。敵が来るところに斧やっとくのはいいね。ここら辺、あ、ちょ、 MP がね、うい、回復しないでいきたい。こいつの体、この姿勢が面白いんだよ。ボディービルダーみたいな。いや、いた、死にたくない。イエーイ、楽勝だな。デビルつってなんか天使の羽みたいなのついてるね。なんか面白いやつ。なんでこれ、闇夜のメガネ。装備？装備っぽいな。闇夜のメガネ。暗闇でもある程度なら見渡せるようになる。これは、効果のことを言ってんの？それとも？暗闇ね。
暗闇にまだ行ってないと思うから、まだ使わないかな。うわぁ、因果、何？因果？因果？機械刀？なんか、あれ、入るたびに出してほしいよね。ステージ名。一回読んだくらいじゃ覚えれないのよ。こっちはまだ見る価値あり。久しぶり。おお、ワンワンかって、お前。エクスポーション。ホワイトドロップって、かっこいいじゃん。あくまで骨ではないと。そう言ってるんだね。ビッグバルーン。これは。よし。これは。よし。ナイス。どっちだろうな。こっちかな。なんかいいものありそうな気がするよ。ほら、銀の置物。置物？あ、置物か。置物、置物だけどさ、なんか名前ないのそれ。わあ、危ない。食台、食台立てとかじゃないの。お、金の置物。だからさ、なんか名前つけてあげないの。かわいそうに。食台、食台立てじゃない、食台か。食台って言うんじゃない、これね、この、ろうそく立てるやつ。確かそんな名前だったと思う。うわぁ、それ下行けんの？あ、こっちもある？あっぶねぇ。あ、なんだ？これ、後で開けれるよ、これ。まだ下あるよね。下と左が、これ埋めないといけない勝負なんでね。繋げときましょう。OK。下ちょっと見とくか。はい。もうまだ、まだここだよ。戻ってきてよかった。綺麗な噴水だ。うわ！いたねえ、こんな。え、これボスじゃなかった？ルーラーソード。え、前作ボスでこんなのいたけど。ちょっとおい、画面外に隠れるのはなしだろ。ったくよ。下来た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 。これは来ましたね。いや、お守りのとこにしよう。本当に少しじゃねえかよ。えい、これは強い。これ絶対強い。フェイスガードね。フェイスガードは頭でしょう。強い。来た。やっと防具が変わった。あ、なんかファミコンのゲームを思い出すわ。鉄腕アートも思い出す。はいはいはい。いや、メガネあってよかったかも。これちっちゃいやつだときついわ。下ね。しかし敵出ないなんてね。右行けるのはちゃんと気づいてますよ。まず左からね。うわーい！で、で、で、倒れちゃって。カオスリング。リング、カオス、リング。聖水の力に影響はある。え、今聖水持ってない？これが強くなるってことかな？え、すごいね。なんか、皮肉の効いた名前だね。カオスリングって名前で、今何持ってた？アイアンブーツかな？カオスブーツって名前で、聖水の力を強めるってさ、すごい、うーわー、佳境、やっべー、読めなかった。佳境なんとか。ここ新しいとこだよ。
どっちから行く？どっちでもいいんだろうな。あの光ゴケと骸骨洞窟みたいなところ。あ、ヒントカード 2? 初めて拾った。ヒントカード、女神像の見つめる先には秘密の抜け道がある。ほー、なるほどね。どこの話をしてる？それはどこの話をしてるんでしょうね。よいしょ。よし、とりあえず、わかった。2箇所行けるところがあるということはわかったんで、ちょっとね、一回セーブポイント、うわーい！セーブポイントまで戻って、次回、どっちから攻めるかを考えていきましょうか。でも、順当に行ったらさ、いや、順当だって、あ、ちょっと待って、これ、やろう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 。行くよ。でも、いちいちさ、これ付け替えるのはだるすぎるから。違う。強くなってるかもね。ね、なってる？なんか、17だったかもしれない。17が18になったかもしれないね。かな。どっち、女神像とかも、ちょっと考えることいっぱいあるな。女神像があったらどっち向いてるかを見る。背景かな。まあ、忘れないように気をつけます。うん、ちょっと待って、順当に行ったらどっちって考えると、まあ、その進んでいく方向で言うと右の方なんだけど、右の方で、あの、メガネを取ったんで、メガネ取って行けるようになったから下っていう考えもある。で、下行くと、下繋がりそうな感じもあるね。どっちから行きましょうかね。ちょっとそれは考えていきましょう。はい。ということで、今日はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか。動画は毎日アップロードしています。チャンネル登録は左上のアイコン、または画面下のチャンネル登録ボタンからお願いします。このゲームの再生リストは右上のサムネイルから飛ぶことができます。チャンネルページでは他にやったゲームがまとめてありますので、よかったら見てください。ではまた明日。